当然その、次の視点になりますけれども、谷田さんなんかはですね、本社のその、社歴の変遷から見て、この木造非住宅、木造施設っていうものをこうトライアルしていくときに、はい、主要な関心あるいは売り先っていうものがですね、やっぱりだいぶこう変わってくるわけですよね。そうですね。あるいはその営業の仕方というか。そうですね。だからこのサプライチェーンっていう問題と、そのある種この誰が要するにセレクトのキーマンなんだと、うんうん、こういう問題がありますよね。その何でしょう、まあ普通の大きな施設っていうと、さっきから、RC とか別荘とかって、うん、そういうような話になってくるとですね、まあ、大体箱物って言われる四角い板なので、うんうん、はい、で素材も、まあ、うちで言うと例えばステンレスとか、うん、そのような素材を提供するってケースが多かったんですけども、木造で作るとなんかこう屋根がこう出てくるケースがやっぱり多くてですね、で屋根が出てくるとやっぱり軒取りからとか、軒取りももうちょっと大きなものがいいんじゃないかって話があるとか、それから箱物じゃないとですね、その雨に対する考え方がなんとなく箱物だと防水っていうような世界に近い部分が、木造になるとですね、雨じまい、まあ板金の世界ということになってくるのかなと思っていて、やっぱり大きな屋根になると、まあほとんどのケースは今板金の屋根材を使っているのが多いでしょうし、まあ必然的にその何だろう、木と金属をどんなような関係でね、使っていく、雨じまいをどう考えていくってことが、なんかますます大事になってくるんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ、そのあたりまだ私たちがこう果たせる役割とか、うん、その果たす役割の先のじゃあサプライチェーンはどうなるのかっていうのは、まだまだ課題としてあると思いますけれども、うん、少なからずそういったところで出てくる課題に関して、我々の持っている知見で解決できることはまだまだあるんじゃないかなと思いますね。うんうん、今おっしゃられたその金属のね、はい、ある種のこの最適な取り合いっていうものがね、おそらく設計者も同時に重大な関心を持ち出しているわけですよね。で、それが今度は施工者も持ち出しているし、だからそうなるとなんか建材サプライヤーがですね、なんかその仲立ちをしていくような、だんだん立場になってくるのかなと。そのある種のそれぞれのニーズですよね。片っぽはデザインニーズだよ、片っぽは収まりの瑕疵のない処理を頼むよと。なんかそれがね、中間のその建材サプライヤーがなんかそういうものをこう橋渡ししていくような時代に、特に木造施設の場合には生じてくるのかなと、うん、そうすると単にプロダクトアウト型のメーカーじゃなくて、もうちょっと物申すというか、両方のこう意見を聞いてこのくっつけてあげるようなね、うん、そういう立場って出てくるのかもしれないなと思うんですね。やっぱりそのなんでしょう、こうなかなかこう板金っていう仕事が、うん、まあどちらかっていうと裏方に近いっていうかですね、うん、表に出にくい部分ではあるんですけれども、うん、その分例えば設計される方にとってもちょっと見えにくい部分があったり、うん、まあなんかこんな風に書いておけば何とかしてくれるっていうのは分からないですけど、まあ、そんなようなこともあると思うんですけれども、なんか我々こう金属を扱うメーカーとしては、そういう設計する人と施工する人をもうちょっとつないでいくっていう、ね、そうですね、僕はそれが大事だと思います、ね、まあ、その役割は我々まだまだやることはあるというふうに思うし、もう少しそういったことももうちょっとこう、まあ、裏方ではあるんですけども、うん、表に出してみてもいいんじゃないかな。だから私なんかごく単純にですよ、はい、タニタハウジングウェアさんの車歴を見ますとね、はい、創業者がいわゆる銅の厚みをしましたよ。で、2代目はそれにある種の付加価値をつけてね、銅の塗料を作りましたよと。3代目は何するんですかと言った時に、雨のデザインとおっしゃったわけだよ。これをね、おそらく今申し上げおっしゃられたね、工務店と
設計者をつなぐ役じゃないかなと思うんですね。いや、非常に洒落を表しちゃう余談と偏見で語っちゃいましたけども、まあ、その間にね、要するに、ガルマニウムの投与だとかいろんなことがあるけれども、あの屋根と壁の材料の提供だとかあるけれども、ただ2003年の社長就任時にですよ、雨の道デザインといった根拠ってのは、僕は今ようやくそういう時代に来てるんじゃないかと。工務店と設計者、そのどっちかっていうとね、この板金屋さんはやっぱりメーカーの一対のものだと思うね。工務店の下でも設計者の下でもないんだから。だからなんかこの四角関係っていうのかしらね、なんか今まではおそらく、創業者二代目まではですよ、タニタはもうとにかく川島の方へ向いてたと思うんですよ、あの顔がね、マーケットの。ところがやっぱり雨の道デザインというと、あの設計者は無論、あの工務店は設計者までこう向かわなきゃいけない時代になってきて、その時に板金切っちゃったらダメなんでね、これ一緒に置いておかなきゃいけないんだよ。そうですね。だからここがね、やっぱり雨の道の肝になるところだと思うんですね。だから板金さんもその同様の雨の道デザインマインドを持っていただきたいなと思うんですけどね、私が言ってもしょうがないからみたいな。まああの木もね、大工さんの自家工って現場で必ずあると思うんですけれども、うん、板金も結局我々既製品だけで全てできるから収まらないんですよね、うんうん、必ず浜じまいに関しては現場現場で板金屋さんが工夫をして収めていく現状があるので、なんかやっぱりそこがもう少しこうつながってくると、うん、あの何でしょう、その用と美の関係がね、うん、なんかうまくバランスが取れて、うん、でそれが最終的になんかあの地域にとって大事にされる建築にも、うん、なるほどね、つながっていくんじゃないかなと思いますね。逆にあのモックの矢野さんたちはですね、いち早くその住宅供給の中でプレカットを取り組んだり、大型のパネル化っていうものを取り組んだりして、要するに周りの意味では大工さんを補助するっていうのか、アシストするっていうか、そういう中でこの結構あの強固なサプライチェーンネットっていうのをお作りになっていると。だからなんか雨の道デザインとは言わないけど、なんて言うんだろうねみたいな、ある種もあの木材にこう付加価値を与えながらこれまで、うん、あの頑張ってこられたのも、これまたなかなかな敬願のある視点だなというふうに思うんですけどね。ちょっと、うん、あの会社のこの推移も含めて、ちょっとそれのこう今日のパネルまでのこう駆け足でちょっとご紹介願いますかね。どういうふうに変革してきたんだと。その和歌山の会社は山町商店ですが、はい、あの山町商店は、まあ、創業そのものは江戸中期なんですね、うん、で、まあ、江戸期は、まああのまあ、林業、まあ、山に関わる仕事もしてたんですけども、まあ、いろんなことをやってたようです。でその、まあ、明治に入って、まあ結構山をいろいろ買って、まあ、林業を今、まあ、本格的に林業を始めていくんですね。で、山町はもともとは新炭業、うん、あなるほどね、ですね。で特に紀州備長炭、うん、はい、をまあ商ってたわけですね、うん、それ江戸時代、そうですね、まあ、特に明治、あなるほどね、ですね、はい。で、まあ、この山々に炭焼き職人さんがいて、まあ、焼いてもらったものを売るという、うん、で昔は、まあ、エネルギーは炭でしたので、でそれが、まあ、大正昭和になって、まあ、エネルギー革命が進んで、うん、まあ、これからは、まあ、ちょっとあの、まあ 戦中戦後を挟んでですね、まあ、これからは、まあ、ちょっと炭だけ作っていくという、うん、で、まあ、戦後製材に、
進んだんですね、うん、でまあ林業をやって当時はまだその聞くところによるとその山をやる人はまあ製材はやらないみたいな不分立みたいなものがあったというふうに聞きますけども、まあ うちの、まあ、親の世代が、まあ、戦後製材に進出ということですね。で、まあ、それも特に、関東が、まあ、どちらかというと市場だったわけですけども、で昭和の40年頃ですね、昭和30年後半40年ぐらい、うん、まあ、木材はいち早く自由化されましたの で日本で米材丸太 の丸太引き製材を和歌山の田辺というところは割と比較的早く始めまして、うん、で当時、その田辺にいるいた製材会社が共同で、まあ商社経由で、まあ、丸太を輸入して、みんなで丸太引き製材を始めたんですね、うん、ですからまあ、古い人はその田辺というと米津が米松の製材に知ってる方もたくさんいらっしゃる。で当時はまだそんなに木が育ってなかったので、昭和40年頃ですね。で、まあ、丸太引き製材をずっとやってきたわけですけども、その後ですね、まあ、世の中割と、今から30年ほど前ですか、に、まあ、修正材が世の中に出てきまして、うん、世の中修正材に取って変わったわけですね。で、平成9年に、プレカットを始めまして、これも結局、やっぱり昇流がプレカットが世の中当時でもう800-900工場がありましたので、木材の流通が大きく変わってきて、問屋ルートで物が流れなくなって、うん、まあ、プレカット工場経由でも木材が流れるようになってきて、このままでは取り残されるということで、うん、まあ、プレカットを始める。で、それが平成9年頃ですね。もうプレカットとしては後発の工場でしたけども、うん、はい、まあ、ただ国産材のプレカットに特化しながら始めていくわけですね、うんうん、あくまで奇襲材っていうね。そうですね。で、まあ、その木を、まあ、同じくしてですね、まあ、まあ、関東匠の会と山町商店が提携をすることで、うん、まあ、奇襲材を関東で、まあ、認知していただく、うん、まあ、そういうブランディングの戦略を打ち出しまして、おかげさまで割とそれがうまくいきまして、割と認知をしていただくようになったと。で、良質な奇襲材をプレカットして、まあ、首都圏に供給するというようなことをでこう林業製材プレカットとして販売して現場にお届けするところまでっていう一貫生産体制がその頃出来上がったわけですけども、でここに来て、まあ、その近年、まあ、食材産不足っていうのが進んできて、うん、はい、またその新築工務店さんの新築を請け負う工務店さんの減少っていうものもやっぱり、じわじわと進んできている中で、まあ、フォークで、まあ、ウォーターパネルを供給、生産して供給するということを。施工はなさらないんですね。うち受け入れはやらないというふうに決めていますので、うんうん、材木屋で、まあ、建設業を取ってますけども、うん、材木屋で今受け入れを全くリフォームも含めてやらないっていうところは割と少数、あ、大多数は受け入れをやってる方がいらっしゃると、うん、まあ、リフォームかもしれませんけど、うん、はい、ただやっぱり我々はやっぱり工務店さんと共にできる考え方があるので、うん、基本的に受け入れはやらない、まあ、受け入れをやらないということは工務店さんに仕事をたくさん取っていただくと、うん、そうですね、物が流れないので、うん、じゃあ工務店さんに仕事をたくさん取っていただくためにはどうするかっていう、まあ、視点で、うん、ものを考えて、まあ、小型パネルも、まあ、その考え方の延長線上にありまして、うん、この大工不足の中で
本店さんが安定して経営をしているというのはやっぱり、特にこの性能、断熱性能が非常に問われる中で、まあ、こういう新しいオートパネルという技術が必要だろうということで、モップはあのそれまでは今まではあの物販の会社でしたけども、あの、まあ、大型パネルという、まあ、一種の製造業の、はい、まあ、にちょっと足を踏み入れる、うん、まあ、決断をして、要するに、まあ、スケルトンですからね。そうですね。で、まあ、コムテさんの、まあ、ちょっと足らないところを補うということをしようというふうに至るのが今ですね。ちょっとあの、詳細な話なんですが、その、木造のパネルっていうのは、あの先方の要望によって、例えば外国も含めてですけども、ある種その、カスタマイズその都度されるものなんですが、あの僕がそのこの木造型パネルの話を詳しく説明を受けた時に、いいなと思ったところが2つありまして、1つは、基本的に間取りが自由、うん、まあ、企画プランとかそういうことではなく、うんうん、工務店さんが、まあ、普段書いてらっしゃる設計の間取りをそのままパネル化できるということですね、うんうん、もちろんそのパネルに向く間取りとか、うん、向かない間取りというのはありますけども、うんうん、基本的には自由、うん、でもう一つは、使う材料が、まあ、我々のパネルの場合は機種代が構造っていうのは、うん、まあ、縛りはありますけども、基本この躯体に、まあ、杉だろうがヒノキだろうが修正材だろうが自由で、耐力面材に何を使おうが自由、合板だろうがその他の面材だろうが自由で、断熱材も何を使おうが自由で、サッシもどこのメーカーのものであっても、まあ、極端な話に輸入サッシであっても大丈夫ということで、まあ、その普段工務店さんが使ってらっしゃる仕様を基本的にはそのまま踏襲したパネルを作ることができる、うん、でこの2点があったので、あのこれだったら工務店さんに受け入れられるんじゃないかと思ったんですね。一般的なこう今までのパネル工法っていうと大体まあ企画住宅で、そうですね、もしくはある程度こう縛りがあります。そうですね。で使う材料も、うん、面材は何に指定されるとか、うん、断熱材は、今から開口部分けると強度が落ちますよってことになってね。そうですね。なるほどね。もうパネルをこう事業を始めてどのくらいお経ちになるんですか。販売そのものを始めたのは2019年からなんですけども、そうですか。生産を始めたのは去年2022年の夏からですね。あ、それがあのヤシオ、ヤシオは本社で、あ、工場、生産工場は千葉、あ、千葉市、あ、稲毛ですかね。あ、稲毛ですか。はい。まあ、もうそういうことも相まってですね、まあ、ちょっと今日の話のほぼ、まあ、あの結論めいた話に持っていきたいんですが、あの木造施設出場へのこう具体的なね、木さん、ヤニさんのそれぞれの、まあ、対応対策っていうのはやっぱり、扱っている建材の特性上異なるとは思いますけれども、まああの、特にまあ、木材を供給していく中でやっぱりどういうようなこれから具体的な対応って念頭に置かなきゃいけないというお考えですか。そうですね。まあ、先ほども言いましたけども、やっぱりしっかりしたサプライチェーンが作られるということが大事だと思いますし、特にまあ、その中ではもう工務店も取り込んだということですね。そうです、そうです。はい。特にまあそんなに大きな規模の
施設じゃないにせよ住宅よりは規模が大きくなって、それだけの材料をあの大体施設物件は後期に縛られますので、あの欲しい時に欲しい材料がきちんと届くっていうことが 大事だと思いますので、まあ、そのようなこうきちんとした納期が守られるような、情報も含めてやり取りができるような関係づくりっていうのが大切だと思います。で、まあ、先ほど、まあ、弊社のパネル事業もですね、含めてですね、まあ、あの規模の大きな建築になるとそこに入る職人さんの数も増えますが、まあ、これからは職人さんは減りますので、まあ、そういう中で、より、効率的に現場を進めていくためには、まあ、そういうパネル工法なんかっていうのは非常に、まあ大きな建物の方、まあ、規模が大きくなるほど、まあ施工性が上がりますので、メリットも出てくると思いますし、そういう技術なんかもうまく使いながら、かつ、まあ、特殊な材料じゃなく一般製材品で、やっていくことが山や製材の負荷を極端に上げることなく、まあ、それは最終的に農業にかかるので、生きてくると思いますね。で、まあ、先ほどあの谷田社長との話の中にもちょっとありましたけども、その設計のところへの何かしらのこうご提案も含めて、はいはい、まあ、そういうこういうものだったら量も質も安定したものがいつでも届くよというような情報提供だとか、やっぱりそういうことをやっていくためにはやっぱり先ほど言ったこうサプライチェーン、チームワークみたいなものが必要だ、だから僕はその時にやっぱりその、木造施設上物の何かこう構造ですね、構造あるいは工法、これのねやはりあの予見がもうすでに織り込まれてないとね、提案も下手でもないようなもんですね、だからそういうあの構造工法を含んだ何かこう提案というものがどういうふうに取り行われるのかなっていうのが非常にまあこれからの関心事なんですよね。で、丹下さんの場合には今度はあのかなりやはり木造施設にアプローチしている時には先ほど申し上げたいろんなこうアクターが多い中でね、距離が近いと、特にまあ設計者の理解、それから工務店にどういうまあメリットを与えるのか、事業主さんどういうふうに、まあ、木造およびその雨への関心をね、呼び込むのかということで、例えば、まあ、今般私も拝見しましたけど降水実験とかですね、ああいうものもやっぱりこれから、どんどん、まあ、事業主の方々も含めてですね、おお雨ってのは結構考えなきゃいかんなと、こういうようなね局面をですねやっぱり見ていただくような、投資というのが機会が積極的にやっぱ作っていく必要あるんだよ ね、 そうですね。あれはどんな思いでお作りになったんでしょうかね。そうですね、実際にその雨が、まあ、どんなふうに流れているかっていうのは、うん、なかなか知見として難しいっていうのがあって、うん、まあ、うちでもその今まで研究をそうですね、ぶん投げてたんじゃないの、まあ、ぶん投げてたっていうかですね、まあ、逆に言うとそういう研究をしてる人はそんなにいないっていう現状があるんですね。それはやっぱりこう板金の裏方ならではの、うん、表舞台に花が立たない部分も影響してるんじゃないかと思うんですけど、だし板金屋さんは長い知見からそれは理解しても言語化ができないというね。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、でそうするとまあそういうことがあるのと、まあ、あとは最近のやっぱりゲリラ豪雨の流れの中で、うん、雨量をどう考えるんだっていう問い合わせ自体も増えていた。これは言うところのエビデンスですよね。それから
ぱり施設木造になった時の屋根の大きさがやっぱり結構大きいんですよね。でそう大きければ大きいほどやっぱり設計される方屋根量ですね。そうですね、不安な部分がどうしても出てくるの で木造だとやっぱり人余島なので必ず出てきますから、まあ、我々としてはやっぱり大きさもそうなんですけれども、実際にその勾配とか屋根材によって雨の流れ方がどう変わって、うん、私もさっき拝見してですね、はい、屋根の勾配だけが問題だろうと思ったんだけど、はい、屋根量が問題だっていうのは、あ、そうですね、初めて私だから自覚した次第ですよ。はい、あれは屋根の量もそうだし、はい、あの素材ももちろんですね。そういったことを少しでも知見を重ねて、うん、軒先はどんなふうになってるんだろうということを、うん、まあ皆さんに安心してね設計していただけるような提供っていうのは今後も大事になってくるのかなというふうに思っていますし、まだそんなに多くないですけれども、交付装置の試験の仕組みをですね、なんか関心があって使ってみたいって方がいたら、うん、全然その、ね、使っていただいたり一緒に共同研究したりとか、そんなこともできるなというふうには思っています。だから掘れ型の屋根だとか、まあ、勾配数がいろんなものがあったりね、屋根のそのいろんなプログラムがあるでしょうからね、その中でどういうふうに雨が悪さをするのか、あるいは素直に流れてくれるのかっていう、おおよその見当をつかんでないと怖くて、まあ、ね、前に進めませんよね、おそらく。まあ、なんかああいうものをやるようになってからですね、その何だろう、 100% 全てを受けるっていうことでもないのかなというふうに思ったり、うん、まあ、そうすると軒取りがあったら、そのどっち側にあふれてもいいのって言った時に、うん、内側なのか外側なのかって言った時に、うん、やっぱり内側にあふれるのはあまり良くない、あ、ね、それだったら軒取り取り越えちゃうとまだいいんじゃないみたいな話をしたりとかですね。だからそのガーボイルにあるんですね。複雑なことはしないと、そうですね、歌詞のようには作らないと、はい、まだまだこれから知見を重ねていく部分もあるとは思うんですけれども、まあ、少しでもそういったところのそのものだけではなくて、そのソフトの部分も、うん、なんかだから降水実験のまあいろんなシミュレーションを通してですね、良いことも悪いこともみんな可視化して明るさまにして、うんうん、そして結局どれを選択しますかというようなことが ね、うん、そうですね、設計者、うん、施工者、事業者合意取れるようなね、うん、仕組みにしていかないと、うん、片っぽだけその気になっても具合はいいわけですからね、うん、だからそういうまあある種基本合意のためのまあ、うん、場だなというふうに思いますね、うん、つまりそれぞれどういうふうにこの雨の流れ方を覚悟するんだというね、うんうん、そういうのがこう地域の中で我々も参加させていただけると、まあ、比較的顔の見える関係の中でいろんなフィードバックをいただけたりとか、それがどんどん改善されていくとか、そういうふうになっていくのはとてもいいことだと思います、だから単に、はい、雨漏りじゃないんだと、ああ、はい、雨の暴れ方これをどういうふうにね覚悟しとくかっていうことを合意する、うん、場面ですからね。そうですね、雨の暴れ方をどのように、まあ、うん、事前に承知しとくかと、うんうんうん、みんな大体想定外って言うわけですよね。なんかことが起きるとね、それではねこう危機管理にならないだろうと思うんですね、うんうん、そんなふうにもこれからのやっぱり木造施設がちょっとまあ例えば医療施設、店舗施設等々になってくるとですね、やっぱ必要になってまいりますよね、うん、あとは、谷田さんでこれまでずっと、堀圭司さんの、まあ、協力を得てですね、雨の道デザインの、まあ、内実といいましょうか、雨の道の11章というものを展開されていて、もう7、8年かかったのがようやく8章がある、こういうような、まあ、これも今後ですね、雨の道をデザインしていく上で、とってもまあ重要なコミュニケーションツールになるだろうと思うんですね。それと同時に
さっきの工事実験みたいなデータと重なっていくとですね、相当まあ周囲説得力が出るんじゃないかというふうに思うんですが、ちょっとそこら辺のビジョンを垂れていただけたらと思います。なんでしょう、その堀さんにやっていただいてるシリーズっていうのは、まあ、比較的その施設木造とは言わないですけど、まあ、大きな建築も多くてですね、やっぱりそのただ普通に家を作る建築を作るっていうよりは、雨の日のことをすごくやっぱり考えていただいている、うん、特集だなと思うんですね。で、まあ堀さん考えたんじゃなくて建築家が考えたんですからね。そうだね。だからああいうふうに建築を見るっていう視点がやっぱりすごく大事で、まあ、皆さん考えていただいてるんですけれども、雨の時こうなるんだとか、だから雨降ってない時はこうに見えるんだっていうようなことまで、考えてることをこう並べていくとですね、まあ、いろんな解き方があるとか可能性があるとかいうふうにはなっていくんだなというふうに思うので、なんかそれがそのただ構造的にとか綺麗にっていうだけではなくて、その雨じまいも含めてなんか雨の日も安心できるとか、最終的には建築が長く使えるようになるとか、まあ、そんなようなヒントにね、特集がつながっていくとなると、とてもいいことだなというふうに思いますね。あとはちょっと細かなことなんですが、例えば縦取りの内側の仕上げをですね、もうちょっとこのメンテナンス用タフに仕上げて、なかなかこれは価格に反映しづらいところが多々あるでしょうけれども、何かこういう、これはおそらく設計者施工者っていうのも事業主そのものへのある種のサービスだと思うんですね。これはとにかく長持ちしますという、だからこれもおそらく住宅のライフサイクルとはちょっと違うと思うんですね。これからの木造施設を視野に入れるとね、そういうものをこれから積極的にお作りになっていく。そうですね、そうですね。まあ現在でもまあもちろんその衣装的に言うと外側の見た目っていうんですかね、はい、例えば我々で言うと色が汗、どんなふうに汗っていくだろうとか、うん、そういったことを含めた課題もあるんですけど、まあ、実は雨戸の場合は内側の方がよっぽど過酷でですねまあどちらかっていうと太陽に向かって開いてる部分であったり、いろんなゴミが流れてきたり、当然雨はいつも流れてるわけですから、まあ、外装材の中でですね、建材としては一番なんかハードな部分を受け持っているのが、まあ、雨戸の中内側であり、それに対するその我々の考え方を持って、うん、我々としてはまあまあ頑張ったものを今でも提供しているという、まあ、つもりではあるんですけれども、うん、ただまあうちも基本的には20年ぐらいなんとかないよねって作ってるんですが、やっぱりこれだけその建物をもっと長く維持していこうとか大切にしていこうという機能が高まってくると、やっぱり50年60年単位でどうしていくかというふうに考えてくる部分もあると思うので、まあ、そうするとただ単にそのなんだろう、持てばいいいうことだけではなくて、例えば掃除がしやすいとかっていうのもあるかもしれないですし、何かあった時にリペア交換しやすいっていうこともあるのかもしれないですし、なんかそういったことはもう少し我々としても、じゃあこれぐらいこうなったらこうしましょうとかっていうことは50年60年単位でなんか考えて、こちらからも提案していく必要がもっと出てくると思いますね。それだけはそうなってくるとかなり建材サプライヤーにこう要求されるものはやっぱりこの部品のね、はい、上位化っていうのかな、はい、もうあれ廃盤になりました、じゃあもう済まないところがあると思うのね、住宅以上にね、やっぱりクレッセントドアノブないもん、いやもうあれないですかって言われるとね、みんなガッとなっちゃうんですんでね、やっぱりそれは住宅のスピードとちょっと違うなというふうに思いますね。まあ今日はいろいろ多岐にお話を伺ったんだけども、まあモックさん谷田さん含めて、まあ話の落としどころとしてはやはり
良質なそのサプライチェーンというものを構築していきながら、その利益とリスクをまあお互いの返事し合うようなね関係を保ちながら、なおかつその経済そのもののまだ努力ができるんだろうと、商品開発あるいはその商品サービスっていう部分ね、あるいは商品指導っていう部分ね、だからまあそれが事業主だったり設計者だったりコンペだったり、はたまたまあの利用者にも呼びかけるような場面も出てくるかもしれない、なんかそんな視点がちょっと今日は鮮明になったんじゃないかな。で残り最後にですね、榎本さんに伺いたいのは、雨のうちデザインに何かこう感想をお前らこうしなさいと言おうと思いましたら何かお伺いして今日は終わりたいと思いますが、そうですね、さっきその工実験機を体験させていただいたり見せていただいたりして、まあ当たり前なんですけど、その板金と屋根って板金の下には木があるので、ね、その木を守ってもらってるのが板金なので、やっぱりすごく密接な関係があるなと改めて思いました。見る人は見る、そう見えるんだね、思ったので下地のね、でやっぱり屋根の耐久性、木が腐るとね、屋根はダメなので、まあ、それをしっかり守っていただいているのは、まあ雨から雨水から守っていただいているのが板金で、しっかりデザインをしていただいて、まあこれからも気を守っていただきたい。責任重大だ。どうも今日はありがとうございました。雨の道をデザインする、タニタハウジングウェア。